まあ、ちょっと簡単に最初オープニングセッションということで流していただきたいと思います。でその後準備セッションを始めますので皆さんよろしくお願いいたします。本日は皆様、朝からご来場誠にありがとうございます。私は、有限会社のユーブの柏岡と申します。開発を、まあ、中心に行っている会社で、まあ、そこの開発の、まあ、今までの経験などをして、いろんなカンファレンスに行ったり、勉強会に行ったりして、もっとこんなの知りたいな、もっとこんなのあったらいいなっていうようなことを、まあ、今日仲間たちと一緒に話している中で、じゃあこんなカンファレンスをやってみたらどうかなということで、まあ、今日企画させていただきました。なんか特に思うのが、なんか最近あのアジャイルですとかっていうのも聞くようになって、まあ、ちょっと最近でももう少し前からですけど、まあ、なんかところによるとトヨタの単語の式が結局逆輸入されていたりして、日本人なのになんか逆輸入されると喜ぶっていうのはなんか意外にドラマとかアイテムとかも結構多いんですけど、なんかもっと僕たちの方からいろいろできないかなと思っていると、私どもは IT の開発なんですけど、特に往来系に工業地帯ですし、まあ、そういったいろいろ開発って何を作るのか、なんかもっと相互情報交換とかしたら、海外から始めるとか来る前に僕たちがこんなにいい開発手法あるよとかできるんじゃないかなっていう思いがありまして、まあ、今回企画したんですけど、じゃあ今日は製造業のことをやるのかっていうとまでではなくて、まだ僕たちは IT なんで、まあ、IT をまずしっかりやるということで、まあ、今注目されているDevOps、Agile、CI ですとか、テストですとか、そこら辺を中心に各界のエキスパートの方を今日ご用意していて、多分結構なんか最近エンジニアリングマネジメントとか DevOps のセミナーあると思うんですけど、他に負けないメニューを作った自負がありますので、皆さん時間あれば最後までぜひ残って聞いていただければなと思います。今回、このカンファレンスを行うにあたって実行委員を、まあ、何名かとかけさせてもらって打ち合わせを重ねてきまして、で、まあ、ざっくりですけど、じゃあ DevOps とか Agile のところは誰か詳しいかな、セキュリティとか誰が詳しいかなみたいなことをやって、結構今日のセッションを作るので、多く協力していただいた、私もマチアって言ってたんですけど、コーディネーターのメンバーをちょっとここで呼びたいと思うので、コーディネーターのメンバーちょっと一回上に上がってきてもらえますか。もう舞台の上に並ぶ順から行くと、あの僕の時は発表順にしたかったのでいいです、いいです、どうぞどうぞどうぞ、はい、はい、じゃあ、まずはマイクロソフトの田野さんです。はい、で一応、紹介します。で、田野さんはDevOpsとかAgileのところをコーディネートしていただいて、セッション中に行くと、セキュリティの部分を中心に、行っていただいた和田さんと、開発のセッションのところを行っていただいた渡辺さんと、新原さんと、あとはパネルのところで出席をしてもらった岸田さんです。で、それぞれのセッションというか見どころのところは、各担当にお願いしたいと思うので私の何回か後ろのセッションを聞かせていただいたんですけれども、まあ、デフォークスですとか、アジャイルですとか、私の IT ですとか、
そういうのって結構日本に、あ、早練習あ、そうそうそう、なかなかの熱がないなっていうのを思い知しちゃうと思ったんですけど、彼のセッション聞いて、あ、なんかこういうカルチャー的なところからしっかり見直さなきゃいけないかななんていうのを思ったりしたので、1時間ってちょっと長く感じるかもしれませんが、すぐ終わっちゃう感じですので、ぜひお楽しみに聞いていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いて岡田さん、お願いします。はい、岡田です。皆さんおはようございます。ワスプのミーティングに来たことある人ってどれくらいですか？ざっくり 10% くらいですかね。どうもありがとうございます。どうやってセキュアに開発していくんだって言った時にもやっとしたとか面倒くさいということもあるし、自分たちが作って、せっかく作ったものをですね、破壊するとか悪用するとか、本当もうそういうのに関わりたくない、ものづくりの気持ちってそういう感じだと思うんですけど、今日は実際にそういうところで奮闘している人たちと、リアルな話をですね、ちょっと聞くと、あるいはそういったものを聞くことによって、どこから手をつけたらいいんだっけというきっかけみたいなものをみんなで考えられたらなと思っています。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。パイアツールのセッションを担当する新丸と言います。僕らのセッションではですね、いろんな手法とかの紹介はちょっと別のセッションであると思うので、具体的な普段開発現場で使っているツールの紹介をしたいなと思います。ただ僕らがこのセッションでですね、紹介するツールはすごく今これが一番効いてるぜみたいな感じではなくてですね、もう言うと現場でも当たり前のように、定番として使われているようなものばかりなんですけど、そういったものってみんな知ってるわけではないと思うので、我々はこういうふうに使ってますよというのをですね、ご紹介したいなと思います。よろしくお願いします。